総務省が発表した労働力調査によると、4月の就業者数は6658万人となりました。前月からマイナス26万人と、やや大きめな減少となりましたが、これはコロナ感染者数が増加傾向にあったことや、緊急事態宣言が出されたことが主な原因と考えられます。4月は雇用者数も前月より43万人も少ない5960万人となりました。正規雇用と非正規雇用とで分けて見てみると、4月は正規雇用が45万人減少する一方で、非正規雇用は24万人増加しました。正社員からパートに雇用を置き換える動きがあったとも考えられ、コロナ感染症の長期化により雇用の内容が悪化し始めた可能性もあります。これらのことは失業率の数字でも確認することができます。4月の失業率は 2.8% となり、半年ぶりに悪化しました。男女別に見ると、正規雇用の減少と非正規雇用の増加を背景にして、男性の失業率は悪化し 3.2% となり、女性の失業率はやや低下して 2.3% となりました。有効求人倍率は4月は前月より 0.01 ポイント低下し 1.09 倍となりました。わずかな低下ではありますが、これも4月の雇用の状況があまり良くなかったことの表れと言っていいでしょう。厚生労働省発表の毎月勤労統計によると、3月の従業員5人以上の企業の現金給与総額は前年同月比 0.6% と、ほぼ1年ぶりにプラスに転じました。残業代などを示す所定外給与はマイナス 5% と、未だに前年同期に比べてマイナスではありますが、そのマイナス幅は前月より大きく減りました。これは前年の3月は新型コロナ感染症の発生により賃金が押し下げられたためと考えられ、よって4月以降もしばらく高めの数字が続くと思われます。個人の消費の動向を総務省統計局発表の家計調査で見てみると、3月は前月より 6.6 ポイント高い 98.9 ポイントとなりました。やや大きな改善となりましたが、これは3月は緊急事態宣言の解除により外出する人が増えたことがその一因です。高額で購入頻度が小さい住居や自動車を除いた消費支出も3月は前月から回復し 98.4 ポイントとなりました。ただ3月は住居や自動車の販売が比較的大きく伸びたので、それらを除いた伸びは全品目の伸びよりやや小さい 5.2 ポイントでした。品目別に見てみると、3月に伸びが目立ったのはまず諸雑費です。これは外出の機会が増え、カバンやアクセサリーなどの消費が増えたためと考えられます。また緊急事態宣言が解除され、旅行やレジャー施設に出かける人が増えたことから、教養・娯楽も2月に比べ改善しました。ただし感染者数は増加傾向にあったことなどから、昨年の6月や秋に比べれば緩やかな回復となりました。3月は通信・交通が比較的大きく伸びました。自動車関連の支出が増えたのですが、これは春の行楽に車で出かけた人が多く、自動車維持費が押し上げられたことや、海外旅行に行けない分の支出を新車の購入に回した人が多かったことなどが理由と考えられます。3月は住居関連の伸びが特に目立ちました。2月の 92.7 ポイントから大きく上昇し 113.7 ポイントとなっています。住居関連の消費の伸びについては次の項目でもう少し詳しく見てみます。国土交通省が発表した4月の新設住宅着工戸数は、前年同期比 7.1% の増加の 74,521 戸でした。2ヶ月連続のプラスです。去年の4月頃はコロナ感染症発生の直後で新規着工が一時的に落ち込んだ反動という面もありますが、
住宅需要が堅調となってきていることが背景にあると言っていいでしょう。特に分譲住宅が好調で、前年同期比 23% も増えました。3月の生鮮食品を除く消費者物価指数はマイナス 0.1% となりました。1月、2月、3月と物価の下落幅は縮小傾向にあったのですが、4月は携帯電話料金の引き下げの影響を受けて前月から横ばいとなりました。経済産業省が発表する鉱工業指数によると、4月の生産指数は 99.6 ポイントで、前月から 2.4 ポイント上昇しました。これは海外需要が好調で自動車が増産されたことなどが要因です。出荷指数も上昇し、前月より 2.5 ポイント多い 97.3 となりました。これらの結果、在庫指数及び在庫率は前月からわずかですが低下しました。内閣府発表の機械受注統計によれば、3月の船舶・電力を除く民需はやや増加しましたが、3ヶ月の平均で見ると足踏み状態が続いています。そのうちの製造業は横ばいであり、非製造業は鉄道車両の大型案件が2件あったため前月から増加したものの、それを除けば未だ低迷しています。外需は2月に大型案件があり大きく伸びた反動で、3月は前月比で減少しました。経済産業省が発表している第3次産業活動指数を見ると、3月は緊急事態宣言の解除により上向き 97.5 ポイントとなりました。中でも2月にやや落ち込んだ事業所向けサービスは、その反動もあって 1.1 ポイント上昇しました。一方で個人向けサービスは2月に緊急事態宣言の解除に先行して回復していたので、3月は横ばいとなりました。財務省発表の貿易統計によると、4月の輸出金額は2ヶ月連続で増加し、米中貿易摩擦が激化する前の2018年の水準に達しました。輸入金額はエネルギー関連の輸入に押し上げられ増加し、新型コロナ感染症発生前の水準を超えています。その結果、貿易収支はやや黒字となりました。これは輸出を相手国別に見たものですが、前年同月に比べた伸びを示したものなので、昨年新型コロナ感染症による落ち込みからいち早く回復した中国向けは伸びが小さく、他方で昨年大きく落ち込んだアメリカ向けは高い伸びとなりました。1月から3月の実質 GDP は前期比マイナス 1.3%、 年率換算ではマイナス 5.1% と3期ぶりにマイナスに転じました。1年前の2020年の1月から3月の実質 GDP と比べてみるとマイナス 1.9% です。経済活動は昨年末にかけてコロナショック発生前の状況近くにまで回復しましたが、今年に入り感染の拡大に伴って回復の勢いが衰えています。このグラフは各需要項目の前四半期比の実質 GDP への寄与度を示したものです。個人消費は昨年4月から6月に大きく落ち込み、その後回復しましたが、本年1月から3月には緊急事態宣言の発出の影響で減速しました。企業の設備投資も昨年末にかけて GDP を牽引したものの、本年に入り失速しています。政府による消費は GoTo キャンペーンの停止により年初の GDP の押し下げの要因となりました。一方、輸出は本年1月から3月も GDP の押し上げに寄与しました。内閣府が各種経済指標をもとにして作成する景気動向指数によれば、3月の
景気の現状判断である一致指数は93ポイントと、前月から 3.1 ポイント上昇しました。数ヶ月先の景気の状況を示す先行指数も 3.6 ポイント上昇の 102.5 ポイントとなりました。緊急事態宣言が解除された3月の時点では、企業の景気見通しはかなり楽観的になっていたことがわかります。これを受けて内閣府は景気の基調判断を改善に引き上げました。内閣府による景気に関するアンケート、景気ウォッチャー調査によれば、4月には一転して景況感が悪化していることがわかります。現状判断 DI は 0.9 ポイント悪化し、39.1 ポイントとなりました。家計関連、企業関連、いずれも悪化しましたが、中でも消費者に近く、緊急事態宣言の影響を受けやすい家計関連の落ち込みが大きくなりました。家計関連の中でも、休業要請や営業時間の短縮要請の影響で飲食関連の落ち込みが特に大きく、前月を 21.5 ポイントも下回る 23.3 ポイントとなりました。